ひがなんアンバサダーの、ラジオを聞いていただけましたでしょうか。どうなんだろう、どんぐらいの人が聞いてくれてたんだろう、ちょっとわかんないんですけど、まあ、聞いてくださった皆さんはありがとうございますっていう感じです。聞いてたよ、ありがとう、アンダーさんありがとう。起きたばっかりなんですか。私の今日のあれを紹介しますね。9時間違えた、8時12分に起きました。二度寝しました。8時45分に起きました。30分で起きたのすごいんですけど、まあ、そこから、まあ携帯を触って、9時にお布団から出ました。ということで、そして1時間で、まあなんかラジオのあの確認とかしてラジオに出演しましたということで、寝起きではございません。起きて、まあ最初に起きてからはもう2時間以上経ってます。はい、おはようございます。ということで、ちょっとね、お昼12時ぐらいからまた SBS ラジオさんに出演させていただくんですけど、それのなんか、まあ、原稿ではないけど喋ることを考えなきゃいけないなーっていう感じではございます。次も聞きます、ありがとう。ちょっとテロップ書いとこう。12時過ぎぐらいからになるので、テーマというか、まあ聞かれることというかは、そう、分かってはいるのでっていう感じでございます。はい、なので、お、今アイドル、あ、嘘だった、でも AKB はハルピョンしか配信してない。うわー、無双だぜ、うわー、万歳。ラジオなんですけど全然顔映んないけど、一応ツインテールしてた。可愛いでしょ。12時、まあ1時間ぐらい配信できるかなっていう予定です。はい、1時間くらい配信予定でございます。考えなきゃ。泉に昨日カウントしたらノバーストップさんって言われました。ノバーノバーイエーイノバーノバーです。中の人さんへの、あー、なんかもうずっとずんちゃんの話しかしてないから、まあなんかアピールでもしとくかって感じでした。はい、
らしい簡易答だって。いやまあそうなんですけどね、アイドルらしい回答よりも私はもうめっちゃ頭を悩ませてる。もうなんか日がなんアンバサダーなんですけど、そのなんていうの、行ったことが一回しかないからそう、なんかそのどんな活動をされてるんですかって聞かれた時も昨日んさっき聞かれたんですけど、してないんですよね。全然。全然ない。だから何もできてない。だからアピールしときました、おはようみんな。今日は天気、それな、天気めっちゃいいですね。本当にいい、いい文化の日だ。就任式イベントは紙イベントでしただって、イエーイ。でもあれ以降ないのがさ、ちょっと寂しいですよねっていう感じ。 SBS って静岡の 1404SBS ラジオってやつ、わかんないあの手崎みきおさん、みきとさん、手崎みきとさんのわさびみたいなやつです。はいはい、ちょっと1404みたいなのはちょっとわかんない。わさびーみたいなやつ。大阪ではつい先日テレビ東京で6月に放送された日がなんの就任式の模様がやってました。おー、そこで宣伝しといてくれたらいいのに。天気いいけどお家で寝ながら配信して見てるよだって。天気いいけどお家で座りながら配信してるよ、うん、おっしょっとおっしょっと、どうしよう、ちょっと待って横顔を、こんにちは。こんにちは。いや、謎の時間なんですよね。この1時間半ぐらい空いてるの。
すっぴんなんですか。今リップだけ塗ったけど、すっぴんでござる。顔が可愛い。顔もでしょ。出かけるより、その私にとって1時間半はまあちょうど配信するのにいいぐらいの時間かなと思ってはい、してます。ポポポッツッツポポポ。ツイッターのフラメンコの写真ありがとう。いや、全身ツイッター、ん？フラメンコの写真、全身写真をあげました。はい、すっぴんでツインだと余裕で JK ですね。まあでもこの髪型で言ってたからな高校普通に、そのまま下ろしてる時もあったし、結んでる時もあったし、いろいろだったけど、うん、でもこれはダメなので、これは怒られるので、これはここに入れてましたね。はい、これはここに入れてました。ハルピョンはアニメとか見ないんですか。だってまあ毛嫌いしてるわけではないですよ、全然。うん、でも見ないかな、全然。ドラマの方がやっぱなんか、そのドラマの方が私の中では頭に入ったりとかするっていうか、そう、アニメよりドラマっていうあれだから、心持ちだから、そうそうそう、だから別にアニメが嫌いなわけではないです。ただその難しい難しいかなみたいな感じ。そう、ちょっとハルくんには少し難しい。実写の方が、実写っていうなんていうの、日本なんていうの、その人間がいた方が話が頭に入ってきやすいっていう感じです。はい、なので、まあでも時間があるときにね、一気見したいなとは思いますね。思うアニメもいっぱいあって、そう、Hulu さんに入ってるアニメとかなんか見たいけどみたいな、でもそう時間がなくて見れないみたいなのは結構多いので、そうそうそう、
じゃあプリキュアよりも戦隊もの、いやそれはプリキュア見てたなそれに関してはプリキュア見てたな、ごめん。でもうちの姉はとっても好きですよ、まあ、アニメが。スプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つ、トラックヨロさんミラーボール2つありがとうございます。ありがとう。8、8、姉は本当に真帆ちゃんと同じ感じです。はい、なんか推しも真帆ちゃんと似てるようで、ただ真帆ちゃんは陽キャじゃないですか、めっちゃ。橋本家はまあ姉も妹も陰光が当たる方では暮らせないタイプの人間なので、はい、そうですね光が当たるところでは暮らせない人間なので、ちょっと、はい、そう、真帆ちゃんはもうガチ陽キャ、すごく陽キャさん。自ら光を、そうです、はい、光源。あ、やばい、めっちゃ普通に今ママからの LINE を読もうとしたんですけど、普通にお姉ちゃんの名前ポロって言いそうになっちゃった、やばい。マイセスターは DD ではないところが真帆ちゃんとは違いました、って。え、十分 DD だと思うけどこのアニメではこの人好き、これではこれ好き、これ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 、え、 DD じゃん一緒だっすよ。ダークサイド違います、私は太陽です、はい、私は太陽なんです。太陽だから私が光を放ってるから、そう、一番陽キャになるあれおかしいないや、お姉ちゃんが DD じゃなくて真帆ちゃん、え、真帆ちゃんが DD ってことでしょ。真帆ちゃんがいろんなアニメのこの人好き、この人好き、この人好き。まあでも私のお姉ちゃんは確かなんか前にそのほろ酔い配信をさせていただいた時に、真帆ちゃんにめっちゃそのとあるアニメのあれを勧められたんですけど、確かに割と DD だったような気がします。なんか、え、いいですよね、え、この人もめっちゃ好きねみたいな、え、めっちゃいいんですよみたいな、え、この人はこうこうこうで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 、え、本当に良くて、あ、わかりますみたいなそうそうそう、え、そうなんですよね、あ、いや、え、この人ですかみたいな、あー、いやでもこの人もこうでって言ってるんですけど、ちょっと私はちょっと全然わかんなかった、全然難しかった。そう、でも私の姉はもうそのアニメでは一人みたいな感じです。ハルピはマインドが割とギャル、ギャルマインドはなんとかなるっしょっていう人生なので、適当適当でなんとかなるっしょみたいな人生なので、正直、はい、すごいよね。だってお母さんに前借りしてるんでしょ、そのアニメに使いたいからみたいな、すごいなと思います。本当にすごいなって、なんかで言ってましたよね、
なんか暴露カーリングかなんか、さよなら毛利さんの暴露カーリングかなんかで言ってた、うん、こげーって思いましたね。なんかでもそれだけ熱中できることが私にはないから羨ましいなとは思います。だってさ、そのなんていうの、それだけ熱中できることがあるってことはさ、そのじゃあなんか、じゃあ普通にプライベートで、いやまあプライベートだけじゃない、お仕事とかでもあるかもしれないけど、なんか私生活でちょっとなんかうんってなったとしても、もう自分にはこのこんなに好きなものがあるんだから、もうこの人たちにか、もうなんていうの、元気もらえるからもういいみたいな思えるじゃないですか。でも私はそれがないから、どん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 ハーピョンは闇の中に埋もれていくんでございますよ。そんなところから見つけてくださいって、皆さんありがとうございますあ、ホークスは確かに、でもまだホークス熱はそのまほちゃんのアニメ熱とかに比べたら全然なので、うん、確かにホークス熱はすごいかもね、うん、それに関してはパワーパワーって感じ。でもホークスだけって感じじゃなくない？私野球、うん、野球だったらホークスだけどみたいな。そうそうそう、最新のツイートめっちゃ写真好き。なんだ、さっきあげたやつか、武道館の写真多分使った。そうだから全然、でもドラマも全部見てるわけじゃないから、私もそう好き、なんかこれ楽しそう面白そうって見た思ったドラマを見て、なんか昨日エルピスだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけどそうそれをあの見てたんですね。ちょっと PICU 見終わった後に、もうそう配信終わって PICU、 舞い上がれ見て PICU 見てエルピスを見ようって、まあもう眠かったっていうのもあって、でなんかやらなきゃいけないこともあって、もう全然なんか内容が頭に入ってこなくて難しかったです。なんかだからその小説とかその物語とか本読むのとかが好きな人だったらなんか好きなんだろうなみたいな、なんかそういう大人が好きなそうなドラマだなと思いました。私はまだなんかちょっと頭がついていかなくて、あれってなって途中で、あもう難しいやってなりましたそう、長澤まさみさんが出演されてるドラマ、そうですそうです。でもなんか話題らしいってママが言ってた。そうでもあれみたいな、どういうことってなって、もうちょっと難しくて。ハルピョンのおすすめのドラマ、今期は一番はもう絶対的にサイレントですね。はい、まだ見てない方はあの TVer の、 あのエピソード0も見てほしい。本当に一番はまあサイレントかな。でも祈りのカルテもめっちゃ好きです。なんかああいう謎解きな感じとかがめっちゃ好き。そう、ただそう今から見るんだったら、そうなんて言うんだろう、サイレントはもうなんか最初から見ないと多分難しい。うん、1話から見れるなら1話から見てほしいけどって感じ。そう、ただその今から見るってなったらその祈りのカルテっていうのとかは基本的にあの1話なんか1個ずつ、その研修医の方がなんかなんて言うんですか、いろんな科を回ってるみたいな感じのあれなので、そう1つの科ずつでお話がどんどん進んでいくタイプのドラマなので、それだったら多分今からでも見やすいかなと思います。そう
まあでも医療ドラマは割とそれが多いじゃないですか。一つの話で完結しちゃうみたいな。無料で TVer でサイレント1話から見る、皆さん見てください。はい、ぜひはい、ぜひお願いします。カルピオン珍しい、今日は暇なのかな。ラジオ出演してますので聞いてくださいはい、仕事してます一応。まあ、暇だったらお話し会参加してますね。はい、暇じゃないのでお話し会には参加できてないっていうあれなんですけど、あとなんだろう、あ、君の花になるもめっちゃ好きです。はい、とっても好き。てか本田翼さんが好きだからもう可愛いって思いながら見てます。あとそのま男性ではあるけどアイドルの話なんですよね。そう、アイドルがこう頑張っていくみたいな感じのお話なので、そうそうそう、今期はサイレントが大優勝しすぎてる。それな、暇じゃない時にありがとうが今は暇なんで大丈夫ですよ。この時間は暇なので、はい、大丈夫です。ふふふ、顔入りのグッズだって。頑張るね、ありがとう。え、すごくない？見て、今視聴者数が2022、今年あ76になっちゃった。あ、ごめん。クロサギも1話完結ですよね、割と。まあなんか後ろで1個ズーンみたいなつながってはいるけど、割と1話完結だなって。あと黒島結菜さんがすごい好きなので、私そうめっちゃ好きなんです。黒島結菜さんは何ごめんね青春から好きになって、そうめっちゃそっからずっと好きなんですよね。そうだからめっちゃ朝ドラも見たかったんですけど、あの時マジもうなんか1話を見逃してしまって、そう、そしたらもうなんかもう見れないってなって、でも今舞い上がれはちゃんと見てます。マインちゃん、マインちゃんではないんですけど、まあでも私の世代的にはマインちゃんなので、マインちゃんめっちゃ見てます。そう、可愛い人に関してはかなりあ、そうですね、はい。でもそのなんか例えばじゃあまあなんか言うとあれですけど、なんか総選挙でとかなんかそういう、まあそうなんて言うんですかね、私がそのファン時代はやっぱそういう総選挙とかっていうのもあれするぞって、そう押しようっていう感じだったから、そういう時は一人でした。だからそういうことなんです、私は。はい、だ絶対的高見菜さんだったけど、そのなんて言うんだろう、まあ、お金だったり時間だったりそのを使ったりするのはもう一人みたいな。だけどそのかわ、いや確かにそのいろんな他のメンバーさんも可愛いよねみたいな感じです。でもその何かをするのはもう一人、もう推しが出てたら推ししか見ないみたいな感じです。可愛いと推しは別です。はい、推しはもう高見菜さんって感じだったので、ずっとだから可愛いはいっぱいいるけど、知ってるもいっぱいいるけど、推しは高見菜さん。そう、だからみんなも別に可愛いっていうのはあれですけど、いいかもしれないけど、でもハルピョンが出てるライブはハルピョンだけ見てほしいし、そうドボンでハルピョンが頑張りたいって言ったらハルピョンだけを応援してほしいし、ショールームで頑張りたいって言ったらハルピョンだけを応援してほしいし、
お話し会に来てくれるんだったら、まあ、その他のところに1枚でも2枚でも行ってるぐらいならハルピョンのとこに全部使ってほしいしみたいな感じ。そう、ただじゃあ例えばその AKB がテレビに出てます、まあ高見菜さん出てませんでも 見るかなみたいな感じ、うん、AKB が好きだしっていう。そうそうですね。でもみんながかわ、なんかこのメンバーかわいかったよねっていうのはちょっと寂しいですはい、重い女なんで、多分奈々さんには負けるけどハルピョンも結構重い女なんでそう、奈々さんは昨日生誕祭で言ってらっしゃったんですけど、そうそうそう、奈々さんには負けるけどハルピョンも重たいので、この思い合いを誰か受け止めていただければ幸いでございますはい、ワンダフラーワンダフラー、ダダ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 。だからそのなんかドボンのやつもその DD はしてるけど、でも別にそのなんて言うんだろう、自分ができる範囲での DD だからね、そこに何かをズドーンって大きなものが動いてるわけではないので、そう、そういう部分ではいいんですよね。だから配信も別に見に行くなって言ってるわけじゃないですよ、他のメンバーのを。でもハルピョンが配信してる時に他のところに行くのは違くないかっていう感じ。あとなんかめっちゃコメントしてるのとか見るやべえ、重い女発動してる、やめよう、この話。そう、まあ、AKB は可愛いメンバーがいっぱいいますからね、本当にそれはまあもう紛れもない事実でございますので、正直、うん、だからもう何とも言えないんですよね、本当に可愛いがいっぱいだから、ほんとチーム B の楽屋とかも幸せです。もうセナタも可愛いしレーミーも可愛い、もう可愛いねって感じうん、ハルピョンから教えして数ヶ月後にやっぱりハルピョンがいいやって戻ってきたら許してくれるんかな、だって、まあやってることはもう最悪ですけどねうん、要するにそのなんか、いやそれがアイドルだから許されるけど、じゃあ要するにそのなんか、そのじゃあなんて言うんだろう、そのじゃあ付き合ってました、でも可愛い他の女の人がいました、ごめんって言って振りまして、その女の人と付き合いました、でもその女の人にはやっぱ欠点がまあやっぱ見えちゃって、いやもうこの欠点はどうしても自分はもう受け入れられないって言って、そこの元々の彼女に戻るってことですよ。もうやってることは最低ですけどそう、でもまあまあそれだけハルピョンのことが好きだったんだなっていうことですよね。それはまあ嬉しいけどね、戻ってきてくれるんだったら全然、やってることは最低ですけどそう、でもまあでしょって言いたくなります、うん、いやだから離れんなっつったじゃんって言いますね、そうなった場合はだからそう、他の女のとこなんて行くなって言ったのに、行くから悪いんじゃんってうん、控えめに言ってチーム B が一番可愛いと思う、公園来た、ぜひ公園来てください、待ってます。
え、だから押し増しはでもあんま許せないかも。可愛いは全然許すけど、押し増しはだって押し増しってことはハルピョン以外にってことでしょ。ブン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 カナブンブン、カナちゃん元気かな。でもたまになんかツイッターにあれが載ってダンス動画みたいなのが載ってるの見てダンスうまーって思いながら見てます。うん、やばい、ちょっとあれ考えなきゃいけないのに喋ること全然考えてない。考えてます今に喋ることやばい、あと iPad が 5% しかない。汗汗、難しい。いやこれはでも普通だな。いやなんかずんちゃんが何言うかとかがわからないから、まあ LINE しろよって話なんですけどそうそうそう、もっと出演時間が長ければ、なんか多分その現地リモートだからねっていう感じですね。現地だったらね、もっと長くてもよかったけど、リモートだからその音質とか大丈夫かなって考えちゃったりとか、そうファンの方の直接その聞いた時の反応とかが見れないので、なんかそこら辺はどうなのかなっていうのはあります。だから、まあ、程よい出演時間うん、だから現地でもっと長く出演したかったなって思います。ラジオと劇場はどっちが緊張しますか？だって、ものによります。
その劇場が例えばじゃ初日とかだったら超緊張するけど、そのもう何度も出てるポジションで何度も出てる公演とかだったら、もうだから8の公演とかはあんまし緊張しないです。ただそれこそこういうなんか AKB のラジオとかじゃなくて、こういうそのお外のラジオっていうとあれかもしれないけど、そのなんかベイ FM 走らないととか、あとエイトの今夜は帰らないとかもう終わっちゃったけど、そうそうそう、そういうラジオはあんまやっぱ AKB のラジオっていうのがあるから、まあ一緒にやるねメンバーとか先輩方のあれにもよるんですけどそう緊張はね、緊張の度合いはやっぱ変わってくるっちゃ変わってくるんですけど、そうでもそんなめっちゃなんか AKB のラジオはあんまし緊張しないかもしれない。ただこういうお外の人とのラジオとかはやっぱその AKB のどこまで知ってるのかっていうのもあるし、日が何の方もそうだし、静岡の方もそうだし、 SBS ラジオ聞いてる方もそうだし、 AKB をどんだけ知ってるのかがわからないから、みんながなんかどこまで話さなきゃいけないのかとかがわからないのはすごい緊張するしって感じかな。そう、普通のファンじゃない方も聞いてるから、 AKB として喋らなきゃいけない部分もいっぱいあるじゃないですか。そうそうそう、そういうこと、そういうところは難しいなと思いますね。はい、だどっちが緊張するって言われたら難しいです。やっぱ劇場の初日だったり久しぶりに出るポジションだったりはめっちゃ緊張するし、そう、どっちがって言われるとちょっと答えが出せなかったんですけど、めっちゃいいこと言ってる。マジ？イエーイ。イエーイ、万歳。いいこと言ったらしい。ちょっと今コメント考えてる。難しいな。ティ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 、こんにちは。なんかやっぱなかなかできてないから、活動がアンバサダーとしての、そ
が難しいっすね。ラジオ聞きます、ありがとう、ありがとうございます。ぜひラジオ12時頃から出演するので、日がな今日夜配信、どうしようか迷ってます、めっちゃ。でもまあやらなくても安心は今できる、そうやったからやらなくてもいいかなっては思ってます。今日ってでもだってサイレント入るもん今日今日サイレント入るもんな。日がなんて打つからダメなのか、東静岡、東静岡の魅力はね。今夜毛利さんの同時視聴配信ない、同時にまず見れないですそう、富山県で毛利さんやってないので同時に見れなくて、そうなんですよね、お腹鳴っちゃった。そうなんですよね、うん、まずごめん、そっからだわ。東静岡駅の近くに爽やかあるんだけど行きたい。違う、そんな近くないか。いやでもそんな遠くもないぞ。行きた、ごめん行きたい、爽やか。静岡駅と東静岡駅ってこんな近いんだ、そっからって感じですよね。でもそうな、全然あれ、東静岡駅どこ行った、めっちゃ近いやん。どっちが、あ、こっちが南口かアンバサダーで優先的に、できないかな、本当にそうだよね。焼肉屋さんもある、うまそう。あれ何時だっけ、何時に入らなきゃいけないんだっけ。あ、OK、
これがこっちかな。違うな、こっちでいいのか。充電なくなった。最悪。iPad の充電なくなりました。書いてたのに。え、つらたん。無理。でも途中までは保存して携帯に送ってたので大丈夫。なんか減ってきた。こんな感じで大丈夫。充電なくなるなら、あ、でも私 10% とか 5% とか、そう聞いてたんですよ、ちゃんと。でもそれを無視し続けてた。うん。そしたら充電切れちゃった。えへ。みじゅみん、もうすぐ誕生日なの？君誕生日はいつ？水島みゆ11月10、もうすぐじゃないか。予定表に入れとこ。
誕生日湖。めっちゃお腹鳴ってるんだけど、恥ずかしい。やめて。え、どうしよう。マジラジオ中にお腹鳴ったらマジはずい。無理だ。みずみん、昨日ハルピョンの話、え、何、嘘、何ですか、何の話されたの私の。え、恥ずかしい、何、テレキュン、何の話されてました私。え、ハルピョンさんはみたいな、なんか本当にいつもなんかみゆのなんかもうこと好きすぎてもう重いですって言ってた。え、やだ、それは言わないで。そのこと言われたら発表も生きていけない。泉なんて言ってたんだろう。嬉しいって言ってた。オッケー、じゃあいいや。何かわかんないけど嬉しいならいいや。みずみんって水島みゆなんで MM なんですよ。私橋本春奈なんで HH なんですよ。ということは H&M なんですね。H&M さん案件お待ちしてます。この前見た時はこんな先輩になりたいって名前を挙げてました。こんな先輩？これでいいんですか？今日も大好きって言ってたみたい。何？好き。私も大好き。愛してる。ちょ、ごめん、お腹鳴って愛してるって言ってんのやばいけど。いつもみずみんとどんなこと話してるんです。もうなんか私が一方的にめでてるだけなので。本当に。でもみずみんはめっちゃ喋ってくれる。そう。マジコミュ力高いと思います。てか17期は、今の17期は割とコミュ力高い。うん、本当に。平田ゆきちゃんとコッコかな。まだその、あ、絶対あれなんだろうなみたいな。そうそうそう、うん、でもその愛ちゃんもめっちゃ話してくれたりとかするし、みずみんはもうすごいし、太田ゆきちゃんもめっちゃ喋ってくれるし、のんちゃん最近喋ってないけど、でもそうめっちゃ喋ってくれるし、そらちゃんもすごい、なんかそらちゃんが多分すごい一番なんかあれらしいです、ポジティブガールみたいな。そうみたいだなと思いました、私が見た感じもう。なんかその大丈夫みたいな、17期はもうほんとみんな可愛いんだから、もう絶対もう大丈夫だからみたいな、そうって言ってたり、あとはホテちゃんもすごい、まあ、先輩に可愛がられてる率が結構高いじゃないですか、ホテちゃんって。だからそう、なんて言うんだろう、懐に入るのがめっちゃ上手。そう、なんか妹気質、妹タイプなんていうのだなって思います。めっちゃあれしてる、私めっちゃめっちゃ分析してる。そう、えりちゃん、橋本えり子ちゃん、おかえりちゃんはあのあれなので、大阪の子なので、まあ基本おもろい、うん。基本おもろい、そうそうそう、なんか何言ってもまあ面白くなくても笑って返してくれてるんだろうなって感じ。
うん、面白くなくても多分笑ってくれるんだろうなっていう感じ。17期、あとはあとはあとは17期、ちょっと待ってね、17期、武道館でみんなと写真撮ったんだっけか、あれ17期のあれっていつだったっけ、9月だよね、お披露目公演で劇場デビュー、これだ、あ、マザルンはもう言わずもがなですよ、コミュ力爆高、マジパフォーマンス最強なので大丈夫そう大丈夫そう、もう絶対的大丈夫そう。以上10人ですかね。前座の曲か、あ、そう、いちごバナナアーポーになりましたいちごバナナアーポー、ああ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 あ、知ってたんですよね、変わること。私なんかだいぶ前、公演の練習、あ、ドバンのライブの練習とかしてた時に、そうそうそう、前座がアボカドになるみたいな話を聞いて、そのレッスンもちょっと見てたんですけど、かわいい、その10人がこう一列にレッスン上に一列に並んで5ペアぐらいができるじゃないですか、まあ5ペアできるじゃないですか、みんなその何アボカドじゃねえしが5個一緒に踊ってるみたいな、めっちゃ可愛い、その光景が可愛かったです。うん、そうね、17期の推しはみずみ、みんな可愛いけどみずみんがやっぱいっぱい喋るなーって感じ。愛ちゃんもすごいいっぱい喋ってくれるんですけど、愛ちゃんはもうキアラさんのものって感じなので、ものって言うとあれですけど、キアラさんのって感じなので、もうそれ以上にはいけなくて、そうです、昨日は前座のメンバー奈々さんのご指名、そうなんですか、じゃあ指名したら来てくれる、まあ、スケジュールに予定が合えば来てくれるってことですか、絶対私の生誕の時指名しちゃいたい、まあ、可能であればって言っとこう、スタッフさんに、まあ、私が生誕いつやるかもまだ決まってないんですけどはい、まだ全然決まってないんですけど、可能であればみたいな。みずみんの一番の推しポイントはハルピョンのことを好きでいてくれるところですはい、なんかここの羽がめっちゃすごい跳ねてる、そこが一番の推しポイントです。うん、呼ぶなら誰なの、いやーそれはまあ呼んだ時のお楽しみ、呼べた時のお楽しみということで、ちょっと恥ずかしいんで、さすがになんか一口口に入れてからこう あれしたいと思います、ラジオ参加したいと思います、ということで終わります。はい、昨日の配信で今日も京都って大好きですって言ってたみずみん、なんでなんで急にハルピョンの話になった、ピョンズがいた、行ったってこと、ピョンズがなんか配信に行ったからかな
なんか発表の話になってたらしい。何聞くぞ LINE で。今日も京都で大好きですって言ったの、みずみん。もう超だるい先輩になるぞ橋本。いいのか。いいのか。聞いてほしい。だって全然聞きますけど、だるい先輩になりますけど。なんだかだるい感じ、呼吸するのも面倒。はい、いきます。1位サプライズレバーさん、2位パンダさん、3位トラック野郎さん、4位カートピョンダさん、5位ベベモンさん、6位マックミックさん、7位ともゆきさん、8位ハルーさん、9位ニャーコー2号機さん、10位ナーニャ神尾シーさん、11位太郎さん、12位くじの大吾さん、13位ウェイさん、ヘイさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位はピースーさんです。ありがとうございます。ということで皆さん、今日の配信もありがとうございました。このあと12時頃からラジオ出演しますので、 SBS ラジオ鉄崎美希人さんの、わさびぜひよろしくお願いします。行くならガツガツいかんと取られてしまうようだって。いや、うちの推しなんで。めっちゃお腹鳴ってるんですけど。ではおやすみ、間違えた、またね、あとでまた12時過ぎ頃にお会いしましょう。バイバイ、ありがとう、またね、 See you。